んだ、立花じゃないか。桃井君も一緒にいるんだな。先生、これから1年間またお世話になります。まったく、またお前の面倒を見るかと思うと頭が痛くなるの。先生はそんなこと言わないでくださいよ。それより桃井君の件だ。ちょうど今君を探してるところだったんだよ。僕も先生を探してたんです。僕のクラスとか他にもいろいろ聞こうと思って。そのことなんだが。桃井君、君はどうやらとんでもないポカをやらかしたらしい。ポカ？何のことです？君の転入の件だが、学年主任、教頭、校長、理事長から事務まで各方面に問い合わせてみたんだが、誰も聞いてないというんだ。は？おかしいです、それ。だって、僕の父はここの理事長と友人なんです。父が直接話して、それで転入が決まったって。確かにそれじゃ、理事長が知らないって言ってるのもおかしいわよね。書類もちゃんと届いてるはずです。うちにこの学校の資料が送られてきましたから。その資料、ちゃんと読んだかね。え、いえ、それはあまり。すみません、読んでないです。学校なんて実際に行ってみないとわからないものだと思ってましたから。実は一つだけ思いついたことがあってね。さっきそれで電話をしてきたところなんだよ。桃井君は知らないだろうが、うちの学校、この花学園には隣町に姉妹校があってね。うちとは反対に、もともと男子校だったのが最近共学化したばかりの学校で、名前を加の花学園というんだが。私もね、よもやそんな馬鹿げた話はあるまいと思いつつ、それでも一応連絡を入れてみたんだ。向こうの学校はうちのような事情があるわけじゃないからね。通常通り1週間前から始まっているんだが、来るはずだった転入生が1週間経っても来ないって学校中大騒ぎになっていたよ。なんでここにいるんだね。目を逸らす
おはよう、めぐるくん。もう朝です。起きましょう。立花さん。あの時間はもう諦めた。ただ、あなただけは勝手に鍵開けて入ってくるのやめてくれって。と何度も言ってるだろう。朝食の時間なのよ。朝食は一日の食事で一番大切なの。抜くと体に悪いの、知ってた？寝不足の方がよっぽど体に悪いよ。立花さん、見送りなんて別に。それまで、ストップ。あ？痛いけど、ここの寮の生活にもようやく慣れてきたところだし。でも、オッケー。その一言が聞きたかったのよ。やっぱり私の判断は間違ってなかったわ。あのさ、一体何が言いたいの？さっきから。めぐるくん、この学校にずっといていいことになったから。
どういうこと？そういうこと。めぐるくんには話してなかったけど、実は私の父さん、教育界の超大物なの。文部大臣ってやつ？それも現役の。は？さっき父さんの携帯に電話して、いろいろと調整してもらったんだ。ちょっと待って、調整って…まあ、簡単に言うと、めぐるくんの角花学園の転入を取り消させて、その代わりに、この花学園の転入を認めさせただけなんだけど。そんなこと言ったって、第一、うちの親が…って言ってたよね。偶然なんだけど、うちの父さんも桃井って知ってるって。え？それで私の話を聞いてその人に電話してくれたみたいなんだけど、それがビンゴ、すべてお任せしますだってさ。めぐるくんのお父さん、うちの父さんに頭が上がらないみたいなのね。しかし、うちの学校も思ったより頑ななのね。何が？新聞部の件よ。今度は部員を5名集めるだなんて。ごく普通の条件じゃない？私にとってはかなり難しい条件に思えるんだけどな。めぐるくんみたいな従順な助手をあと3人も集めるなんて。あのね、ところでこの前から思ってたんだけど。何？そんなに新聞部を作りたいならお父さんに言って学校側に認めさせればいいんじゃないの？この前僕の学校を変えた時みたいにさ。どうしてあの時テンパってたからに決まってるでしょ。余裕がなかったのよ。あまりにも急にめぐるくんがいなくなっちゃうって話だったから。そっか。まあだからこそ僕は今でもここにいられるわけなんだけど。
めぐるくんに一つ聞いていい？どうぞ。あの時私が勝手にめぐるくんの学校を変えちゃったこと怒ってる？怒ってなんかいないよ。むしろ感謝してる。本当？本当だって。季節か。やばい、もうすぐ授業が始まっちゃうわ。行くよ、めぐるくん。まだあと5分あるって。